つ、その名はガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンファイター。ゴー！空を飛び地を駆け、海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ。行け行け行けガッチャマン、今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、ガッチャマンにアフリカ侵攻作戦のデータを奪われたエゴボスラー伯爵は部下たちに命じ、ガッチャマン基地を探索しデータを奪い返そうと、その機会を虎視眈々と狙っていた。はあ、これは伯爵。ケンペラ、かなり手こずっているようだな。はあ、それがその国際科学技術庁の守りはことのほか固く、情報収集がそのいまだにはかどっていないというんだな。はっ。お前のもとに一匹ネズミを送り届ける。役に立つネズミをな。はっ。出ろビッテンドルフ。ビッテンドルフと呼ばれるこの男、誰もその素性を知る者はない。だが巧妙に仕組まれた政治家の暗殺、原因不明の爆発事故、数々の怪事件をたどっていくと、必ずと言っていいほどこの男が浮かび上がるという、名前を聞くだけで暗黒街の殺し屋さえ青ざめるという謀略の専門家である。なあエゴボスラーさん、やっぱり私を生かしておいてよかったろうが。さて仕事の話を聞こうか。奴の手を自由にしてやれ。ほっ。いいよ、自分のことは自分でやる。このネズミなら科学忍者隊の腹を食いちぎれそうだ。どうもここがわからん。なんだい、急でなければ後にしてくれないか。おい、どうだ、データの分析はうまくいっているのか。カムギ市長以下、不眠不休が続いてるわ。貴様の腕をもってしても、奴らの膨大なデータから目的を割り出すのは至難の業か。どうも気になっていけねえ。データのこと？ジンペイ！データのことが気になるからといって射撃の腕を落とすようじゃ科学忍者隊の名前が泣くぜ。確かにジンペイの言う通りだ。反省しよう。それじゃもう一丁。それ！あれ？ちょっと調子が狂ったみたい。ジンペイ、ブレスレットが落ちたぞ。いっけねえ。ああ、壊れちゃったみたい。すぐに直しとけよ。わかってるって。それより剣の兄貴、明日は何の日か。明日？さて、何の日だったっけ。ち、いいですよ。ねえ、わかってるんでしょ、明日は何の日かって。明日ね。なんだっけ。おうおう、いいよいいよ。お姉ちゃん忘れてなんかいないよな。何しろ一人ぼっちだったオイラを山の中で拾ってきてくれて以来ずっと一緒にいるんだもん。
さん、何の記念日だったかしら。え、嫌になっちゃうな。誰一人覚えててくれないんだもん。南部長官から連絡です。そうですか。いや、長官に来ていただければ敵のデータは一瞬にして解読できます。鴨木市長、一瞬にというのは買いかぶりというもんだ。こちらからは国際科学技術庁で調査分類した彼らの戦術データを持参しよう。では。あ、南部長官。どうしてんだい。や、明日は何の日かって聞こうと思って。長官は忙しいんだ。陣平のクイズに付き合ってなんかいられねえんだわ。オラたちもまた忙しいんだわ。クイズ業にかまってられんわ。ちくしょう、クイズなんかじゃねえや。いいよ、みんな冷てえやつばっかりなんだから。どうだ、国際科学技術庁の更新は。それが更新のサイクルが数秒ごとに変化して傍受することは不可能です。なかなかやるじゃねえか。国際科学技術庁をなめちゃいけねえな。さて、あんたの部屋借りるぜ。よし、行こう。わしのやり口は誰にも見せねえ、そういう約束だ。よかろう、だが失敗は許されんぞ。私の仕事にちょっかいを出すなと言ったろうが。しかし長官、護衛もなしにガッチャマン基地の訪問は危険です。護衛部隊の編成までしばらくお待ちください。そうはいかん、作戦データの分析は急務だ。どうしても今すぐに。そうだ、頼む。わかりました、最善の防備を尽くします。ガッチャマン基地の訪問は危険、しばらくお待ち。そうはいかん、間もなく南部はガッチャマン基地。よし、長官、どうなさいました。いや、大丈夫、少し頭痛が。もう平気だ、行こう。よし、よくも抜け抜けと戻ってきたな。何のことだ。俺の部下をなぜ殺した。小汚ねえ真似をするからよ。体を張った仕事に水を差すやつはああなる。あんただってそうだ。あれで南部はガッチャマンの基地へ行くのよ。何？後続部隊に連絡してヘリの追跡を命じろ。はっ。な、何をする。余計なことはよしてもらおうか。わしの仕事はまだ終わってはいない。水を差すなと言ったはずだ。ガッチャマン基地が分かるというのにミスミス放っておけるか。お前たちが追えば元も子もない。南部が秘密基地を教えるほど愚かだと思うのか。なんだと。では貴様は基地の在処を突き止めたというのか。それができるのよ。作戦データは無論解明されることはない。伯爵さんは喜ぶ。ご安心ください、ついてくる飛行物体はありません。ヘリのチェックも OK だな。はい、塵一つでも見落としてはおりません。特に今回は赤外線透視装置で機体を十二分にチェックしました。ありがとう、安心して基地へ行けるよ。長官、基地と更新ができました。こちら南部だ。こちらガッチャマン基地、南部長官のキーワードをどうぞ。キーワードを送る。招かざる客は鏡の中に入れない。もう一度繰り返す。招かざる客は鏡の中に入れない。間違いない、南部長官だ。
いや、我が家に帰ってきた気分だ。ようこそ。違うわよ、お帰りなさいって言うべきよ。そうそう、お帰りなさいがええわ。じゃあみんなでせーの、お帰りなさい。いや、ありがとう。さあ、誕生日のプレゼントだよ。ああ、ありがとう長官。誕生日？そうさ、だから昨日みんなにあれだけ聞いたろ。なのに誰も思い出してくんないんだもん。仁平ごめん。まあ、いいってことよ。でもよく覚えててくれたよな長官。さあ、プレゼント開けてみろよ。え、うわあ、こりゃすげえや。無理したね長官。こら仁平、無理したはねえだろ。じゃあ無理なさったでしょ。これでいいかな。長官、また頭痛ですか。どうも変だ。それいいか、少し休まれた方がいいです。すまんが、そうしよう。ガッチャマン。もうすぐだ。おかしいな、なんだろうこの光は。さあ見るがよい。これを見ればわしの言っていることが嘘かどうかお前さんにもわかる。このリスは間もなく脳神経に影響を受ける。ついには自らその環境さえ破壊してしまうのだ。なことがわしの予測では間もなくだ。なんとかガッチャマン基地を破壊してくれ。もしやつの言う通りだとすれば、こやつただのネズミではないな。食い止めるんだ。
誰がおるのか。ナンバー博士、なぜ。格納庫が行くぞ。南部長官、鴨木師匠。長官は何かに操られている。取り押さえるのだ。何ですって。ガッチャマン基地は今日限りをもってこの世界から消え去るのだ。ダメだ、俺には撃てねえ。汚ねえぞギャラクサそうか。これだよ、これが長官を操ってたんだ。メガネが、どれ。恐ろしい悪魔の科学だ。ん、ここは私は一体。ケンペラー様、ガッチャマンたちは生きております。何、生きているだと。そんなバカな。
デタラメを抜かすな。昨夜から本早朝にかけて地球上のどこにも巨大な爆発は記録されておりません。失敗だったようだな、ビッテンドルフ。なぜなんだ、わしの計算に狂いはなかったはずなのに。失敗は許されん。待て、もう一度やらせてくれ。何かの間違いだ。今になってうろたえるとはお前らしくないぞ。分かった、あんたの言う通りだ。その前に最後の頼みに一服させてもらえんだろうか。よかろう、すんがよい。わしの月も落ちたようだな。この針は恐ろしい。生かしておくにはあまりにも危険なやつ。ビッテンドルフの恐るべき計画は崩れ去った。だがエゴボスラー一味の陰謀がこれで潰れたわけではない。アグリカ侵攻作戦とは何か、作戦データはまだ解読されないのか。急げ科学忍者隊、知恵と勇気を結集せよ。エゴボスラーは鉄獣メカの資材を積んだ特急列車をバブラルタルに向けて走らせた。それを知ったガッチャマンたちは列車の爆破に向かう。だがその列車には多くの捕虜が乗っていた。次回ガッチャマンファイターサタン特急 Z プレスをお楽しみに。